パスという企画なんですけど、なんだそれって話なんですけど、はい、武田塾チャンネル。武田塾教務長の中森です。武田塾中山校の梅村です。さあ今回梅村先生をお招きしてですね、武田塾新企画やりたいと思います。はい、よろしくお願いします。武田塾ウェブオープンキャンパスという企画なんですけど、なんだそれって話なんですけど、はい、いわゆるそのオープンキャンパス行った時に学生の人とか、はい、その教授の人とかに結構相談できるブースあるじゃないですか。ありますね。はい、であれみたいにいろんな大学の出身の、まあ、校舎長の方だったり、はい、その講師の方だったりをお招きして、ちょっとその大学でどんなことやるのとか、もっと広いテーマで、例えば大学院ってどうやったら行けんのとか、大学ってどうやったら卒業できるのとか、ゼミって何なのみたいな、そのいろんな大学に気になることをこういろいろ掘り下げていく番組をやっていきたいかなと思いまして、はい、第一弾としてちょっと大阪大学出身の梅村さんに話聞きたいなと思います。光栄です、はい、よろしくお願いします、はい、実際結構理系ってイメージ湧いてない人も結構いると思うんで、はい、この後いろいろ聞いていきたいと思うのでよろしくお願いします。はい、お願いします。結構これ皆さんがよく聞かれるんですけど、工学部って何勉強するんですかと。理工とか理学部とかあるじゃないですか、はい、何が違うのみたいなこと結構聞かれるんですけど、この辺りどうなんですか。はい、まあ、今そんなに区別ってあんまりないんですけど、はい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 、まあ、ざっくり言うと、はい、理学部はこう理論を積み上げていくとか発展させていくのが理学部、はい、まあまあそのままですね、はい、で工学部が、で工学部は、それを使ってものを作る、まあ、ソフトウェアであれハードウェアであれ、まあ、いろんなものを作っていくのが工学部。じゃあ結構そのまず理学部の方でこうベースを作ってそれを発展させていくのが工学部、はい、そうですね、まあ、利用させてもらうというか、はい、なるほどなるほど。ということはでも結局その2つって結構密接な関係にあるから、はい、分けるの難しいっちゃ難しいわけですね。はい、はい、厳密には分かれてるけどつながってる学問っていう感じですかね。そうですね、はい、で大学入ってからやっぱ大学の物理とかと結構違うよみたいな話よく聞くし、うんうん、実際そうだと思うんですけど、はい、その高校内容の勉強はそうは言ってもやっぱ覚えてないと話にならない感じなんですか、うん、実際大阪大学だと話にならないですね。なるほど、はい、ちょっと僕が、はい、あの入学した1日目にちょっと面白い話があったんですけど、はい、なるほど、はい、月曜日の一限なんですよ、はい、でみんなこう周りの人知らないみたいな状態だったんですよね、はい、でその時に、まあ、科学概論っていう授業だったんですけど、はい、で先生が、まあ、特に説明もなく授業を始めるんですよ、はい、で、まあ、理系の大学生ならこう伝わると思うんですけど、はい、シュレディンガー方程式ってやつをいきなり書き出したんですね、はい、で演算子とか何も分かってないのにこう書き出して、はい、みんなよくわからない人たちなんで、はい、なんか受験の時みたいにこう周りのやつら全員分かってんじゃねえみたいな雰囲気、俺は高校までのやつしか分かってないけどこいつらは全員分かってるんじゃないかみたいな雰囲気が漂いつつ、はい、けど例えば 2,3 ヶ月後とかに後で話したら全員誰もその授業分かってなかったみたいな。なるほどだからまあ高校の授業分かってても分からないレベルがいきなり出たりします。なるほど、それも教授次第ですね、はい、それについていくためにやっぱこう大学でしっかり勉強していかなきゃいけない、ね、あ、そうですね、本当にもう理系はそうです。理系って院行くこと前提なところ結構あるじゃないですか、はい、学部によると思うんですけど、はい、大阪大学でも実際そのあたりはどうなんですか。あ、もうほとんど院に行きますね。あ、もう95% ぐらいです、ね、おー、なるほど。それ実際そのじゃあ、まあ、大学で6年じゃないですか、大学通うのがその4年と院の2年ですね。そうですね、博士行くことはそんなに多くないですよね。博士はほとんどいないですね、はい、最初の4年間どういうことやってて、次の2年間どういうことやるんですか、大体イメージ。基本的には 1,2、はい、年生ぐらいで教養科目をやっていって、はい、まあ、3年生で専門科目を、はい、やっていって、はい、4年生から研究室に配属されて、なるほど、で、大学院含めた3年間を研究に当てるっていうイメージです、はい、なるほど。2年がこう下積み、1年がこう入門っていうか、その分野をある程度絞っていって、で4年生からの3年間が専門分野に結構特化してやっていくみたいな、はい、あの梅村さんはどういったことを勉強していらっしゃったんですか。どういったこと、研究というか、はいはい、僕はあの原子力を、原子力、はい、やってまして、はい、まあ、ちょうど僕4年生と修士の1年生の間に東北での震災が、あ、東日本大震災が、はいはい、起きちゃって、まあ、はい、ガラッとこう原子力業界の景色が変わった時だったんですよ。でやってた研究は、はい、放射性廃棄物の処理っていうすごい今だとニーズがありそうなやつなんですけど、はい、まあ、それをやってました、はい、やっぱ勉強がっつりするんですね、理系の方は特に。がっつりしてましたね、はい、今思うとすごかったですね。大学1年生の時、はい、結構今大学生と話すとびっくりされるんですけど、はい、月曜日から、金曜日まで基本的にはもう5時間ぐらい入ってました、
毎日。おお、毎日、はい、あ、実験とかは全然、やりますね。週1とか2ぐらいであったんですけど、はい、プラスでまあ勉強ですよね、はい。でうちの大学テストが全授業であったんで、はい、まあ、授業をクリアしないと絶対単位もらえないっていう大学だったんですけど、なるほど、うん、なんでまあみんなも必死に勉強すると、はい。じゃあ大阪大学 その自分のなんていうか同級生あたりはすごいやっぱ勉強を常にしてるような印象でした。まあそうでもないけど、はい、そうなんだろうなって思います。なんだかんだ当たり前に勉強するような人たちだったっていう、はい、まあ、あとまあ地頭いいんで、はい、なんかそのまま授業を吸収しちゃうみたいな人も結構多かったですね。なんか大学の雰囲気っていうか、はい、そのこう空気はどんな感じでしたか。これ学部によっても全然違うと思うんですけど、はい、大阪大学の場合1年生の間は豊中キャンパスっていうキャンパスなんですね、はい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 、でこのキャンパスは、全学部が集って勉強するんで、はい、まあ、すごい明るいというか、うん、で2年生から工学部の場合吹田キャンパスっていうところに行くんですけど、吹田キャンパスでもう工学部はもう工学部の敷地なんですよ。研究室によっては女子ゼロみたいなとこはザラにあります。なるほど、はい、大学本来の役割を果たしているようなことをやってますね。やっぱ本当ちゃんと大学入って専門的なことを勉強する、はいはい、高度な学問を勉強するっていう、はい、まあ、ある意味なんか俺はそういうことやりたくて大学行きたいんだみたいな人はすごい最適なキャンパスって感じですね。はい、ぜひですね、まあ、今回の話で興味持った人は例えばゼミって何ですかとか、うんうん、実際その大阪大学の雰囲気もっと聞きたいですとかそういう話があったらぜひコメント欄に書いていただければ、もしねまた出ていただける機会があればより掘り下げて話できればと思いますので、はい、ぜひぜひ、はい、ということで今回ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。はい、武田塾お茶の水本校のここがすごい、校舎長がすごい。校舎長は大学受験のプロフェッショナル。講師陣がすごい。東大医学部総計という最難関大学の講師が指導。合格実績がすごい。偏差値30代 E 判定から東大京大医学部総計への逆転合格者続出中。自習室がすごい。都内最大級を誇る自習スペースを完備。受験相談がすごい。無料受験相談で大学、学部別の個別カリキュラムをプレゼント。武田塾お茶の水本校の一日はこちら。